本日はソニー FE20mmF1.8G のレンズを使っておシャンプーをしてみたいと思います。この評価がバカ高いレンズなんですけれども、軽い、そして写りがいいレンズということでね、外に持ち歩くには最適なんじゃないのかなと思います。というわけで今回このレンズのね、作例としておシャンプーをしている風景見ていただければなと思います。というわけで本日のゆるほどいきます。ゆるほど、はい、どうもこんにちは、たかしでございます。今日もね、ゆるゆるとおシャンプーをやっていきたいと思います。していきたいと思うんですけれども、モデルさん見つけたんですが見つからなかったので、おシャンプーを撮っていきたいと思います。今日ちょっと、ね、いい感じで撮れるんじゃないのかなと思います。時間はね、15分くらいはないと思います。というわけでいきます。はい、というわけでね、音声が風で潰れまくっておりますが、まずね、この緑のところを撮影したいと思いまして、ここに花が咲いてたんですね。この花を、太陽の中でどんな写りをするのかっていうのを見ていただければいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、レンズの性能っていうのは花を撮るとよくわかる気がしますね。さあどうでしょうね、この描写力見てください。改造してるでしょう。改造してからの後ろのボケでふわーっと被写体が浮き立つんですよね。この色合いも素晴らしい。強風でね、なかなか花が定まんないんですよ。ガーって撮ってるんですけど、花がピュって動いていなくなっちゃうっていうね、これですよ。ほんと風が強かったんですが、日の光だけはほんと綺麗だった。キラキラですよ、キラキラ。ロケーション的にはね、ほんとに電車も通るし、まあ、川もあるし、で日の当たりもすごいいいんですよね。で花とかも結構咲いてたりするので、この場所なんか撮っていて非常に楽しかったですね。でこの楽しいっていうのを支えていたのもこの 20mm のレンズ。これ何がやっぱりいいかっていうと、結構寄って撮れるんですよね、まあ、こんな感じ、 20cm ぐらいまで寄って撮っても大丈夫です。こうやって見てもね、上の方何もないでしょう。はい、広がる青い空ぐらいですね。でこういう時はね、やっぱり煽って撮るっていうのが、まあ、基本になってくると思うんですけれども、まあ、それ以外にもこうやって真上から撮ってみるっていうのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。よくね、あのウバーイーツの写真とかで料理をこんな感じで撮ってるのがあると思うんですけれども、花とかもね、絞りを開放にして撮ってみるとすごい面白い感じの絵になることがあるんじゃないかなと思います。でこちらが F5 の写真になります。で次が F1.8 ということで、まあこんな感じの描写になります。でブロックをね、あえて入れてあるので、まあボケ方の参考程度に見ていただければいいかなと思います。この草の感じのボケ方とかもね、よくわかるんじゃないかなと思います。もうね、風が強すぎちゃって TM レボリューションごっこを一人でずっとやってる感じですね。はい、次の写真なんですけれども、強風にも負けずね、この凛とした花が素敵だったので、後ろのね、川に当たっている光を背景に引いて、より目立つような形で花をね、浮き立たせてみました。これね、もうちょっとだけ花がこちら向きだとね、もっと良かったんですけれども、この横顔もね、素敵なんじゃないかなと思います。次はね、モデルさんが見つからなかったということでね、まあ、人物作例ということでまた僕を使いたいと思います。なんかちょっとナルシストでキモいやつみたいに感じるかもしれませんが、まあ、そういった理由でございますのでお許しください。最近ね、モデルさんが見つかりません。来週から結構桜を撮っていきたいかなと思うんですけれども、まあ、それまで辛抱していきたいと思います。頑張っていろいろなポーズしていたんですけれども、風が強すぎて髪がはげてしまいます。こう髪を押さえたりとかいろいろやってるんですけどね、モデルさんって本当大変だと思います。どうでしょうね、このレンズの人物描写非常に素晴らしいんじゃないでしょうか。もうこのモデルでこれだけ撮れるっていうのは本当にね、素晴らしいことだと思いますね。
このレンズポートレートでもどんどん使っていけるものだと思います。これね、見ていていただければわかるんですけれども、うおーということで、僕のいつも使っている Z50 がですね、倒れちゃいました。軽い三脚をね、使っていたのはいけないんですけれども、幸いね、下が草むらだったので無傷でございます。よかった。風は寒いんですけれども、もう陽気が完全に春。まあもう3月の中盤なんて当然なんですけれども、やっぱり春はいいですね。もう写真楽しい。最近ね、反省しているのが、この逆光っていうのをね、使いすぎてしまうところがあるんですよ。まあどの写真もほぼ逆光とか半逆光なので、まあ、順光はないにしろ、もっとサイド光とかね、いろいろ使った写真っていうのも撮っていければなっていうふうに思いました。桜をね、見つけたんですけれども、まだつぼみみたいで、このなんかつぼみをね、うまいこと撮れないかなというところで結構頑張ってみたんですけれども、全然ダメ。なんかうまく撮れてないのって伝わっちゃいますよね。もうこうやってまた撮ってるんですけど、やっぱりダメです。もうね、被写体がちっちゃくて、写真を撮ると残りが空抜けみたいになっちゃっても非常に寂しい写真なので、もうこの際割り切って下を撮ることにしました。で、ここにね、柵があったので、この柵なんかも入れつつね、うまく写真を撮ってみました。もうね、ほんとどうにもならない中にしてはまだよく撮れた方なんじゃないかなと思います。で、ことこの写真については、少し離れて 2.8 の絞りで撮っているんですけれども、この具合の草を撮るとちょっとざわざわ感っていうのが出るみたいですね。まあ、その今回ね、ざわざわ感っていうのがこの写真にいい影響をもたらしてんじゃないのかなと思います。夢中になって撮影をしているんですが、完全に変質者ですよね。撮影してる時もね、人の目があるっていうことを絶対に忘れてはいけません。おまわりさん来ます。風が強すぎて体温をね、もうほんと奪われるんですよね。もうそんな中ね、いろいろ頑張って撮ってみた写真たち、まだいろいろありますんで、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。本当に綺麗だな、ここ。今回この花をたくさん撮ったんですけれども、この写真が一番良かったと思います。川のパース感、そして太陽の逆光、川の光の反射、そして太陽を見つめるこの花という形でね、まあ、ほとんどポートレートに近いような感じなんですけれども、非常にまとまりがあって、僕的には心に刺さる一枚になりました。ポートレートを撮るならここみたいなところがありましたので、もう一回撮ってもらいました。奥からの光と手前からの光ということで、奥からの光は逆光、手前からの光は被写体を照らす光ということで、こんな感じになります。狙い通りな感じになったんじゃないでしょうかね。次がこれ、総武快速線がね、橋の上を通ったので、この逆光と合わせて撮ってみました。いかがでしょうかね。結構ドラマチックな感じに仕上がったんじゃないのかなと思います。もうこのドラマチックな光景の割にはね、右を見ても左を見ても中学生が暴れ回ってました。この川釣りができるみたいで、なんか釣りをね、している子たちがいっぱいいました。あとね、撮り鉄な中学生なのかなが、まあ同じように横でね、三脚構えて写真を撮ってました。いいですね、こうカメラを楽しんでる感じがね、うん、なんか青春って感じですね。はい、というわけでね、本日花見川ということで FE20mm、F1.8 の G レンズ試してみました。やっぱね、晴れの日の描写はピカイチかなと思うんでね、ぜひ手に取ってみてください。というわけで、本日帰りたいと思います。
というわけで本日のゆるほといかがだったでしょうか。千葉県千葉市の花見川というところにやってきてみました。桜がねまだギリギリ咲いてないんですよ。なんでねもうちょっとしたらもっとね見ごろになるんじゃないのかなと思います。あとね川面の反射、あと光の入り具合もねもう最高でした。多分ね6月を超えちゃうと光が硬すぎて撮影とか難しくなっちゃうと思うんですけれども、この時期だからこそのね写真がたくさん撮れたんじゃないのかなと思います。というわけでね本日のゆるフォト以上になります。この後ねまだ発表してないお写真を流していきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。では以上になります。バイバイ。